世界中で最も愛され親しまれているスポーツ、サッカー。これが思うに、それは最も単純で最も自由なスポーツだからじゃないだろうか。ドリブルしてもパスをしてもシュートしても何もしないで止まってたっていい。パスやドリブルだって前でも後ろでもいいんだ。まあ、サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にも誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。サッカーは自由だ。俺が止める。何をしてもいいんだ。おっと岡田君、逆方向にドリブル。どうだ翼。おっ、ダルビー反転。そしてサッカーは一人じゃない。トライ見つかった。しかし三浦君も反応している。おっと、それは三崎君へのパスだ。いやー、止めた。これは三浦君が身を挺した止めた。こぼれ球に翼君が詰めている。翼君、このボールを仕事に行く。なんとフォワードの白枝君はここまで戻っていた。これはキャプテン同士の激突だ。互角だ。しかもものすごい激突。ボールが激しく回転している。飛び込むカルツ君。なんとボールが足に行かない。ボールを奪ったのは翼君だ。ボールはいつでも友達だ。さあ1対1。三浦君も飛び出している。翼君、ハンドシュートナイス。おっと翼君、シュートを打たない。かせらせん、どこも抜かせらせん。なんで打たない翼君。これとはシュートコースが狭まるばかり。あっと、これはシュートではない。
キーパーの目の前、オーバーヘッドでのバックパス。そうだ、また。提供でお送りします。悲しく
かったというか、朝起きて、まあ、寒いなと思って下を見たら赤半身丸出し。おめおめいくら酔っ払ってもパンツ破かないよな思って隣の部屋に聞きに行ったら、まあ、自分で破いてしまった。記憶にない。悲しかったというより、ああなんてことをしてしまったんだろう、そんな気持ちです。東京ディズニーランドで買った思い出のパンツ、お気に入りのパンツ。でもこの忌まわしき記憶をこのキャンプファイヤーで全て燃やしたかったですね。